前回までのお話で、うん、村正の主な作闘期間が、うん、室町時代中期の永徳明王から後期の天文年間にわたる60数年であったことが分かりました、うん、しかも親子2代にわたって同じ村正名で、うん、となると疑問もあるのですが、うん、どんなことでしょう。親子2代60数年間、うん、しかも天文年間から天正年間にも村正と切る孫がいたとすると、うん、約90年間ですよね、うん、まあ、80年間かな、うん、でそれにしてはですよ、うん、現存する村正の作品が少ないように思われるのですが、うん、そうですね、村正の時代はね、延徳明王とか文紀永祥の時代は備前はじめね、美濃や相州など他の国にもね、まあ、例えば永祥頃の孫六、あるいは金も野貞、予想左衛門、宗主広次、これらね、はね、戦国最盛期のね、元気天正頃の刀鍛冶と比べてね、総じてですよ、入念な作が多いんだよね、この時代は。だからまあ、いわゆる数打ちと言われるようなね、量産を重ねたわけじゃないので、はい、村正の時代の作品は、そう多くな残ってない。食っても不思議ではないんですよね。納得のいく方が作ったってことでしょうからね。まあ、それにその後の、あの戦国時代、関ヶ原とか中心とするね、その使われてますからね、実戦に。多くの武士に愛されてね、特に村正は切れ味がいいので。その戦乱の中で消費されていったので、現存品が少ない。ということも言えるでしょうね。あ、まあ、でもその2つの理由だけなら同時代のどの刀鍛冶にも当てはまることなんじゃないかと思うんですけれども、うん、というともしかするとですね、うんうん、村正は徳川家に立たるって言われてますよね、うんうん、それで家康が当家に災いをもたらす不吉な刀ゆえに、うん、もし差し用の中に村正があれば打ち捨てよ、うんと言ったとか聞いてますが、うん、それで村正の多くが江戸時代に廃棄されてしまって、うん、で現存する作品が少なくなっているのではないかと、あの考えたんですけれども、まあ当家にね、災いをもたらす刀ゆえに、もし差し料の中に村正があれば打ち捨てよと、これを言ったのは徳川の書類に文献に出てきますから、これは事実の話でしょうね。まあ、徳川家にたたるというお話ですけどもね、はい、まあ伝説というかね、そういう部分もあるし事実の部分も多いんですけどもね、はい、その話はおいおい後ほど話をするとしてですね、はい、私はね、村正の刀が他の刀鍛冶と比べて特に少ないとは思ってます。あ、そうですか。うん、ただ銘の一字、うん、あるいは全てが擦り消されたり、他の銘に一部切り直されたりしている例もまあありますからね、はい、あの私のところにもありましたよね、はい、ありましたね、正の字だけが残っているね、まあそういう例も作例もたくさんありますので、本当はもう少しあったかもそれは分かりませんね。しかし完全にね、大すり上げ無名とされてね、今村正と見えるものっていうのは非常に少ないんですよね。それにその上に廃棄されたっていう、捨てられたっていう例なんてね、本当にあるんでしょうかね。家康がね、災いをもたらす不吉な刀ゆえに、もし差し色の中に村正があれば移し捨てよと言われたとしてもですよ、言われた人がですよ、家康が打ち捨てよって、自分の刀を打ち捨てよって言ったと思うんですけども、他人の刀にもね、打ち捨てよと言われたらね、打ち捨てないですよね。銘を消せばいいんですからね。銘を消せば室正とは分からないわけですからね。大事なお刀ですからね。差し料の中にね、あなたの差し料の中に室正があったら捨てろって言われても捨てないですよね。
当然徳川家に災いを及ぼす不吉な刀というのは、うん、伝説ではなく、根拠のある刀、あの話だったということなんですね。しかしなぜまた妖刀村正なんていう言葉が生まれたのでしょうか。まあ、徳川家にとってはね、縁起の良くない刀、はい、差し障りのある刀だっていうね、これ歴史上の事実はあるわけですよ、はい、それと江戸時代のね、劇作家のね、はい、前回言いましたよね、黙阿弥とかの創作したね、そういう創作した妖刀伝説とは別な話なんですよ、事実とはね、はい、ところがこの2つの話がね、徳川家に災いを本当に及ばしたという徳川実記等に見られるね、いろんな本に見られる事実と、その劇作家が創作したりシナリオライターが作り上げたセリフっていうものが重ね合わされてね、村正の妖刀伝説が出来上がったんだと思うんですよね、うん、江戸時代には妖刀という言葉はなかったんじゃないかと思いますけどね。まあでも妖刀伝説誕生の話は大変興味深いですね。妖刀になるのはですよ、何も村正ではなくても、はいはい、別に他の刀工のものでもいいわけじゃないですかね。しかしよりによって信仰心が厚い、前回そういう話になりましたが、村正の刀が妖刀と呼ばれるようになった、それはなぜなんでしょう。村正じゃなくてもいいと思われませんか。いや、それがね、村正じゃなきゃならなかったんですよ。まあそのことを説明するためにね、徳川家と村正との関係、この事実ね、はい、誇張されてる部分はありますけどね、この事実とフィクション、はい、つまり江戸時代に創作されたね、伝説の世界の妖刀村正の話を2つに分けてねお話ししましょうよ。ごっちゃになりますからね。まず徳川家にたたりを奉納したという事実からお願いいたします、まあ、徳川家にとってね、忌まわしい刀だっていう根拠になった話はね、5つあるんですよ。5つもあるんですか。そうなんです。まあいずれもね、家康の一族に関わる話なんですけど、まあ古い順に言いますと、まず天文4年、はい、西暦の1535年、はい、家康のね、祖父おじいちゃんの松平清康をね、背後から切った、ね、安倍孫七郎という若者の刀が村正でね、長さが2尺7寸であったっていう話なんですよね。三河永州記っていう本に出てくるんですけどね、はい、まあその屋敷中で逃がすな、取り押さえろっていう風に騒いでたのを父親が襲われたと、まあ動転したね、安倍孫七郎が松平清康を切ったと言われてるんですけどもね、まあその原因は日頃からまあ謀反の疑いをかけられてたってことなんですよ。この安倍孫七郎の父親がね、家康の家臣であったんですけどね、でいよいよ撃たれると思ってね、その動転したとっさの行動だということなんですよね。まあ松平清康はこの時26歳です。もちろん家康は生まれてませんけどね。ただこの時のね、その2尺7寸という長さはね、これ天文4年の事件ですから、刀が作られたのは天文4年以前、すなわちどんな早くても文紀永昌の頃ですよね。この頃の村正の刀としては2尺7寸長すぎるんですね。今残っている刀、例えば重要刀剣のね、指定品のリストを見ましても2尺4寸九分一厘の村正が一番長いんですよね。ですからこの2尺7寸がね、村正の刀であったかどうか疑問はありますけれども、まあ、慶長年間成立の松平記、五先祖記、その他もう何冊の本に出てますからね、三河永州記をはじめとしてね、その本には全部ね、乱心しての行動だっていうふうに出てきますね。なるほど。まあ家臣の息子の安倍孫七郎ですか、うん、決死の思いだったんでしょうね。自分の父親をかばって、うん、もう必死の人たちだった、ね、ということですね。うん、なるほど。
もそれにしても主君をですよ、背中から切るなんていうとんでもないことをしたら、そうですね、この後自分も死罪になるってことにか、まあ、想定できますよね。当然ね、そういうことも恐れずに、安倍一族の運命を想像されますね。本人だけじゃなくてね、これが最後の事件、最初の事件ですね。最初ですね、では2番目のお話は、2番目はね、その天文4年の後、天文18年です。やはり天文年間ね、家康のね、今度は父親松平広忠の暗殺に使われたのが村正の脇差しだったっていう話ですよね。やはり松平記、三河物語、武甲雑記、その他何冊もの本に出てくるんですけどね、その岡崎城主であった広忠がね、その家臣のね、これ固めのね、岩松八夜なるものにね、村正の脇差しで股を刺されたっていう話なんですね。その時は傷が浅くてね、間もなく治ったっていうふうに三河記大全なんかには出てくるんですけどね、まあそのあとね、治ったあと24歳で病死したっていうことになってるんですね、三河記大全にはね。暗殺ではなくて病死ですか。まあそのように書いてあるんですよ、まあ家康のおじいちゃん祖父のね、清康が26歳で背後から切られ、父の松平広忠が24歳、この時ね、その2人とも家臣に殺されたということになりますとね、まあ徳川家にとっては末代までの不名誉ですからね、まあそれを隠蔽するためにね、病死としたと思われるんですよね。ただね、歴史を忠実にその表したね、今も現代のね、岡崎市のね、岡崎市の歴史を綴った本はね、岩松八夜による暗殺説を支持してますよね。3番目はですね、これはまあ非常に悲惨な出来事なんですね。5つあるって申し上げましたけどね、その5つの中でも最もその悲しむべき、徳川家にとっては悲惨な出来事だったんですけどね、これ家康の長男岡崎三郎信康がね、遠州浜松の二俣城でね、切腹させられたんですね。この時解釈に用いられた刀が村正だったという話なんですよね。この話も三河物語とか後の落穂集なんかに何冊も出てくる話なんですけどね、この時解釈を務めた家康の家臣のね、天方山城の神道興という武士がね、解釈したんですけどね、まあ本多忠勝、後に徳川四天王と言われている本多忠勝と榊原康政のね、両人がね、この遠州浜松の二俣城の切腹の儀式に立ち会った後にね、この解釈した天方山城の神道興っていう武士にね、聞いたんですね。こたび二股にてご解釈申せし脇差しは誰が作なりと尋ねたまえば、先古村正と申すと山城の神がね、涙ながらに答えたっていうふうにね、柏崎物語に出てきますよね。まあここでは脇差しとなってますけどね、解釈した刀が寸法はかなり長かったと思うんですね。通常の脇差しっていうのは大体1尺6、7寸ぐらいですけどもね、あるいはもう少し長めの脇差しだったんじゃないかなと思いますね。この切腹に関しては信長が武田家への内通を咎めて命じたという説もありますね。ありますね。それはまあ徳川幕府が当時江戸時代にそのように話を曲げたのかは分かりませんけども、
家康の長男の信康はね、信長の娘、徳姫を妻としてたんですね、正室としてたんですけど、その妻がね、その仲悪かったのか何か知りませんけどね、夫の信康が乱行だと、そしてその信康の母、実母ですね、築山殿、これ家康の正室なんですけどね、その実母の築山殿と信康がね、武田家内通を企んでんじゃないかっていうふうにね、徳姫がね織田家に手紙で知らせたって言うんですよね。それでその信長がね、その切腹を命じたって言うんですけども、信長がね他人の息子にね切腹を命じるってことがあるんでしょうかね。これもね、実はね、信康がね謀反を企んでるっていうね、家臣の残言、作り話を信じて信康に、家康がね切腹を命じたっていうのが本当じゃないかというふうに言われてるんですね、研究家によって。その証拠に後年家康はねとても後悔してたと伝えられてるんですよね。まあ息子信康をね解釈した刀がね村正であったっていうことを聞いた時のね、家康の言葉としてね柏崎物語に書かれていることセリフがあるんです。あるんですね。君彦氏召し、さて怪しきこともあるものかな、尾張森山にて阿部の弥七が旧安君を外資建て祭りし方の村政が咲くなり、我幼年の頃駿河宮ヶ崎にて小塚もて手に傷つけしも村政なり、こたびの山城の神が差し量もね同作という村政という、いかにしてこの作の当家に触ることかな、このあとこの後ね御差し量の中に村政あらば皆取り捨てよと仰せつけられしとぞっていうふうに書かれてるんですね。まあ、長男信康を解釈した刀も村政だったわけですよね。どうやらそれは事実のようですよね、うん、先行村政と申すと山城の神道興がね語ってるわけですから、本当の村政だったんでしょうね。これは痛ましい出来事だったんですね。解釈した山城の神道興ですか、なんか彼の悲痛な思いというのも想像されますね。まあ、山城の神もねおそらく涙ながらにね解釈の刀を振り下ろしたんだと思いますね。まあこの時ご解釈申せし脇差しは誰が咲くなりと聞いたね本田忠勝と榊原康政もね、その先行村政と申すと山城の神が答えた時ね、その話を聞いてね声を上げて泣いたっていうふうにね徳川実紀初秋のね付録の記事に出てきますよね。嫌な役を仰せつかって、まあ、実の父である家康もやっぱり悲痛だったんでしょうね。まあまさに断腸の思いでしょうね。それでは
続いて4番目のお話とは何でしょう。それはね、あの家康が小さい時ね、手を切った刀がね、刀ではないんですけどね、実は村正の小刀だという話ですよね。これが4番目の事実なんです。さっき柏山宇崎物語にね、我幼年の頃駿河宮ヶ崎にて小塚持て手に傷つけしも村正なりっていうくだりがありましたでしょ。あ、さっき ね、 うんうん、清安の、うん、ね、その解釈した刀が村正と聞いてとっさに家康が語った言葉ありましたよね。信康ですね、うんうん、これはあの父広忠の事件とほぼ同じ時期、うん、家康が6歳から7歳ぐらい、天文16、7年頃の、今川家の人質になっている頃の話ですね。そうですね、家康は天文11年の生まれですからね、まあ天文16、7年ってなったら6、7歳ぐらいですか ね、 すね、今川家の人質になっている、これ事実の話なんですよね。しかしですよ、6、7歳の子供がですよ、小刀でね、指を怪我してもね、そんなに不思議ではないと思うんですよね。小刀って言っても小刀法ですからね、うん、息子の解釈で使われてね、しかも思い起こせば自分も子供の頃にね、村正の小刀で怪我したことがあると。村正っていう刀はよくよく刀剣に触るもんだなと本当に心から思ったんですよね。このくだりがね、ご当家にたたり候よし申され候っていうふうに後世の本にたびたび出てくる、まあこのことなんですね。不吉な刀とされる決め手になったんでしょうね、この信康の事件とこの小刀の自身が怪我したっていう事件はね、まあ決定的な出来事だったってことですね。そうですね、信康の切腹事件がね、自分の息子を疑わなければならないっていうような、そういう厳しい状況にあって、 そうですね、それでやむを得ずっていう戦国の実情ですよ ね、 すね、親子兄弟が敵と味方に分かれて戦う時代ですからね、下克上の、ね、息子に謀反の嫌疑をかけるっていうのはね、まあ痛ましいって言いますかね、戦国特有のその以上ですね、人生模様ですね、うん、それでは村正は徳川家にたたるという、うん、いよいよ最後のお話ですが、うん、5番目をお伺いしたいと思います。家康がその怪我した話なんですけどね、それはあの関ヶ原の戦いに勝利した時ですね、慶長5年、はい、西暦1600年ですね、これ詳しい記述がありましたね。慶長5年の9月15日の出来事だったっていう話なんですよね。まあ今も東京の有楽町ありますよね、有楽町に名前を残してる織田有楽斎、これ信長の弟ですよね。この織田有楽斎の、これ織田有楽斎仲松って言うんですけどね、この織田有楽斎の息子の河内の神長隆がね、関ヶ原の戦の時、敵の豊臣家の猛者戸田武蔵の神勝茂っていう武将をね、兜をね、この武将の兜をなんとね、右から左へね、貫通させて討ち取るというね、大手柄を立てたんですよ。兜の右から左へ槍で貫通させたんですか。そういうことなんです。ちょっとやってみましょうか。大手な人ですね。右から左に突き抜けたっていうことはこういうことですかね。こういうことでしょうか。こういうことですね。戸田武蔵の神勝茂の兜の右から左を突き抜けて子宮を上げたということですから、こんな感じでしょうね。さっき貫通させた槍がね、こういう感じのもんですよね。村正ですか。いや、これは村正じゃなくてね、これは同時代の孫六金本の、ここに銘が入ってますけどね、孫六金本の槍ですよね。平三角槍ってやつね。そうですね。いや、鋭い感じですね。鋭い感じですよね。
まあこのことは事実だっていうことはね、東照宮御時世、とかね、東照宮御時記付録などに出てくるんですけどね、その記述がねやっぱり生々しいですよ。さっき実演したでしょ、見てました。ああいうふうにやったところをね、やりつき兜を抜き首を取るって書かれてるんですね。でその家康がですよ、小田河内守長隆のお手柄の槍ですよね、そのお手柄の槍のその穂先をね、おお、これでやったかと、これで討ち取ったのかっていうふうに見てた時に、パッと手元が狂ったかなんかね、指に怪我したんですね。まあ手元が狂ったということなんですね。それで指を怪我したっていうことが、まあ不吉な槍っていうことになるわけですね。でもですね、槍の扱いには子供の頃から慣れてる家康ですよね。戦国武将ですからね。でも戦場でもない場面で怪我しちゃうなんて、ちょっと情けないような気もするんですけれども、家康がこの時はもう慶長5年ですからね、59歳になってますからね。そんななるんですね。槍を見てただけで手元が狂ったって言うんですからね、この不注意による怪我もね、言ってみればなんだかね、村正にね、なんか責任をね押し付けてるような話しか思えないんですけどね。まあ柏崎物語の他のたくさんの本に何度も何度も書き表されていることによってね、一般に広く知られるようになったんでしょうね。しかし以上の5つの事件を見てみますと、三河の国というのはそもそも、まあ、伊勢には近いですよね。そういうことですね。そうすると三河の武士たちが切れ味を持って知られていた村正を持っていたというのは十分あり得ることで、当然のことのように思われますよね。なんか特別な因縁というようなものは本来なかったような気もしますけれども、まあ、そう思われますよね。まあ本来特別な因縁はなかったんですけども、まあ何かにつけてね、徳川家に触る、つまり忌む習いの村正、このような事実がね、江戸時代に尾ひれがついてね、まあささやかれたっていうことは十分に想像できますよね。まあそのような風評にですよ、拍車をかけるような事件が、家康が亡くなって17年後の寛永10年に長崎で起こったんですよ。長崎で村正が使われたんですか？いやいや、村正が使われたんじゃなくてね、村正をたくさん持ってたっていう長崎奉行の話なんです。そんな人がいたんですか？そうなんですよ。まあ徳川実記に国名に書かれてるんですけどね、この人は豊後府内の2万石の大名、それで長崎奉行も務めてた、竹中うねめの神正義、竹中うねめの神重義かな、この人は日頃から職務態度があんまり芳しくなかったんですね。そうなんですか。で奉行の立場を利用してね、密貿易まがいなことをしたりね、輸入した藩の品物をね、自分が気に入ったものをそれを自分のものにしたいね、つまり横領ですよね。はては出入りのね、商人の女房にまで手を出したりね、まあご乱行ですよね。まあそういうものが積み重なって、ついに江戸表に訴え出られたんですね。でそうして家宅捜索を受けたんです。その際なんと村正の刀と脇差しが合計24本見つかったんで、屋敷の中からね、24本も、まあよくまあ詰めたもんですね。そうなんですね。村正だけじゃなかったです。たくさんの刀の中に24本あったっていうことですからね。村正の刀脇差しも24腰まで蓄えたり、村正の刀剣は当家において忌む習いなるに各躊躇せし心、ひとえに不忠の所意とは聞こえたりの文字が徳川時期出てきますよね。まあ本来ならばね、2万石の大名
のこの程度の事件だったら島流し程度なんですね。念頭ですよね。それが親子ともどもね、江戸浅草まで引き立てられてね、浅草の寺で切腹させられたんですけど、これはね、三代将軍家光の時代ですわね。寛永10年ですから、家光はね、鎖国令を出したぐらいですからね、外国との往来には神経を尖らせた人なんですね。密輸もしてたんですね。だからこういうことには非常に厳しかった。まあ運が悪かったんですね将軍家光の時代ですから。それにしても九州の地ではなくて、江戸浅草まで引っ張られてきて切腹。あれは村正のたたりなんだよって人が噂したかもしれないですね。そういうこと、江戸ですからね。こういうこともあって村正のたたり説っていうのが広く知られるようになって、きっかけになったんですね。江戸時代には村正といえばもうマイナス負の印象を持って語られ続けたってことがよくわかりますね。そうですね。それ以降っていうのは、その寛永年間のそれ以降は村正が関わる不吉な事件というのは起こらなかったんですかね。村正が実際に使われたという事件はこれが最後なんですよね。ただこの寛永の長崎奉行の竹中宇根目の神、重吉、の事件から200年後の文政6年にね、江戸城の西の丸御殿内で、その御書院番の松平劇っていう人がね、日頃の恨みからね、同役5名をね殺傷したっていう事件があったんですね。松平劇の、なんか読んだところだと、あの職場ではひどいいじめにあっていたとかそうらしいそういう話を聞きましたけど、それでその狂気がね、村正であったかのように騒がれたんですよ、当時ね。きっとそんな事件ではね。しかしこれは無名の石門の一尺三寸の脇差しだってことはね、はっきりして分かってるんですね。まあ松平劇も自ら切腹して果てたんですけどもね、平和な世の中を驚かせるためにね、当時のマスコミはね、徳川家に立たれっていう風評がね広まっていた村正を登場させたんですね。その前の平戸藩主だった松浦正山、知ってるよね。いろんなことで出てくる、特に木の枝や弱っていう図筆は有名なんですけど、ここに出てくるんですよ、この話が。そうなんで、松浦正山は無名の脇差しっていうふうに言ってるんですよね。でこの劇の子孫のうちにこの使われた脇差しが伝わってたんですね。これも無名の脇差しですから、村正じゃなかったっていうことは証明できますよね。まあ当時のマスコミとしては殺傷事件といえばもう村正という風潮があったってことですかね。そうなんですよね。それにしても村正が関わるそういう事件はなかったのに、村正妖刀伝説が生まれて広く流布されたっていうのはなぜなんでしょうか。そこなんですよ、そこなんです。事実としてのさっき5つ挙げましたよね、それと長崎奉行の事件も事実ですよね、徳川実機出てる、そのような事実としての村正の話と、先ほど言ったフィクションとしての村正の話がね、巧みに重ね合わされて妖刀伝説が生まれたんですよね。さっき言いましたよ ね、 ですから、その事実と話とフィクションの話、いよいよそのフィクション妖刀村正の話に入りましょうか。あ、なんだかワクワクしますね。いやいや、ワクワクされては困るんですよ。村正にとってはね、不名誉なことなのでね、刀剣の関係者としてはねワクワクされても困るんですけどね。でも一般の方々は、皆さんは村正の方そのものについてもさることながら、それ以上に村正にまつわる話の方にすごく強い興味をお持ちになるんじゃないかと思いますね。私はただその視聴者の皆さんのお気持ちを代弁しただけです、ね、そうですか、妖刀のね、わかりました。じゃあ次回はですね、その誠の芸術は嘘と誠の間の
ごくごく薄い皮膚と粘膜の間の何ミクロンというような間にこそあるという話をしましょうか。妖精伝説のまさに芸術の賜物ということですか。おっしゃる通りですね。次回は楽しみですね。はい、次回にそのような話を、はい、よろしくお願いします。しましょう。はい。